あ、始まった。コメントして、見えてたらコメントして、見えてたらコメントしてね。見えてる、声も聞こえる。あ、どうもどうも。あの、いや、パイナポーいますよ。パイナポーとね、響がいる。でね、いや、あの、あれなんですよ、明日のボンちゃん動画一斉送信を伝えるための配信です、これはね。ボンちゃん動画明日なんで、一斉ですからね、お得ですよ、お得。パイナポー、いや、パイナポーと響まだいますよ。花見中、うん、そこどこ、家だよ。17分の後見逃した、うん、そういう人はぜひぜひ。あ、ビッツありがとう。はい、DAIGO。マイキー、ジョエル。昨日、だいぶ飲みましたね。響は二日酔い。今日の自己研の花見は参加しないかな。練習行っちゃうから。パイナボーと響は顔出し、NG か。NG ですか？大丈夫です。寝癖が どうしようかな。椅子が1個。そう、携帯配信ですよ。ああ、確かにね、そうね、メールの設定とかでもどうしたら、説明がねあるんですよ。ゼクプレイしません。ゼクプレイしないことをジョエルに伝えてあげてください。そのなんだ、サブスクをねして、その動画が届くんだけど、あ、ありがとうございます。ビバウマソさん、ありがとうございます。あの、日本語で伝わらないと思いますね、ジョエルにはね。ビッツもらってあれなんですけど、あ、ビバウマソさん、ありがとうございます。これね、ちょっと皆さん、うん、ビバウマソさん、ありがとう。ビバウマソさん、ありがとう。ゼク、いやいや、ゼクもうしばらくやってないです。なんだ、パイナポーとはをやるんですけど、漫画でわかる認知行動療法。うん。僕は元気です。僕は元気ですよ。僕は至って健全です。
パイナップルとはやるんですけど、まあ今日せっかくいるんで、でこの配信はね、明日の本当に動画の、なんだ、宣伝というかね、告知なんで長くやんないです。練習行かなきゃいけないんで。なんで、どうする響きと中島さん。響きは寝癖だけど、まあそんだけ末期金だから別にそういう髪型かなっていうふうに見えなくもないけど、うん、アンガーマネジメントも僕には必要ないですそれだけは伝えておきます、じゃあどうする。あ、椅子が足んないか、椅子が足りないかな。お、どんどんサブスク、やっぱりボンちゃん動画人気だね。じゃあどうしようかな。椅子が、ちょっと待って、椅子ですか。椅子を出そうではないか。うわふわ、これはもうちょっと引き前にした方がいいかな。映んないな。ピヨーン、これぐらいの位置から映すかな。どう、これでどうだ、これでどうだ。本大丈夫だね。どうぞ。じゃあ、はい、すいません、お願いします。どう、適当にお座りください。お願いします。入ってますか。はい、はい、はい、入ってます。一応入ってます。ブラインドこれ以上下がるかな。ダメやなこれ場所まあちょっと眩しいのを許してください。ツインテールみたいになってる。あ、ノートありがとうございます、読んでいただいて。これいや、このえげつないやっぱ視聴者数だと緊張しますね、確かに。でも昼だからそんなに多分大した人数じゃないと思うけど、いや、パイナポートアをやったら多分今何人ぐらい見てる。この3倍以上は見ると思うけどな、何人ぐらい見てる。だって前ライブやったんですけど、うん、お客さん3人でしたえ、でも他の人もいるでしょ。他のまあ演者っていうか、うん、の方が多かったですね。じゃあ多い、はい、すごいな。1000倍ですよもうこれ。いや、ギャグつまらんっていうそのね、やっぱり言ってくスタイルですね皆さん。ちょっとこれじゃあ今挑戦していいですか。あ、これ大丈夫、映ってますよね。あ、ちょっとこれずらします。ちょっとじゃあこうしますか。これでどうだ。これでどうだ。これでいけますかね。この辺です。素直に褒めてくれたらいいのに。面白かったら俺は絶対笑いますよ。わかりました、うん、じゃあこれいきましょう、はい、今日も敏感線をご利用いただきありがとうございます。
でも俺あれなんですよ、あのそれ結構好きなんですよね実はコメントの量がすごくなりましたよコメントは稼ぎましたね今までで、あ、よかった、嫌いじゃない嫌いじゃないいきなりしも、そうなんですよね、もうお酒が残ってんのかずるいですね、そんなにこれ一番個人的な自信あるんですけど、俺もでもそれが一番なんていうんですかねこうなんていうんですかね、笑わなかったんですけど笑ってもいいかなって思えたのはそれかなっていうでしたね。イーグル、あ、ビッツありがとうございます。これが一番私の中では、あ、一応そう、あのジャリックって売れてない芸人ですね、ほんと。いや、あの梅原さんとフードさんの前でギャグやった時は過去最高に地獄だった気がしでも、なんか短いからいいと思いますよなんかね、短いとさ、仮にダメでもそんなにダメージないじゃないですか、短いから。まあまあですけど、なんか2人でそのギャグについてなんか分析し始めてなんかこれ、なんか初手としてはこれなんですか、この必殺技レベルですかみたいな、なんかコパンぐらいですか、通常技なのか、通常技なのかみたいな、なんかそれやられるとしんどいですね、分析されると。ずっと、いやでもまあやってくれたんでいいと思いますみたいなフォローもなんか最初の時か、辛かったっすね、最初、一番最初の時ですよね、はい。お、そうですけど、うん、まあでも3人つっても別に特に何をするわけじゃないんですなんか、言いたいことある、言いたいことですか、うん、二日酔いで復活したばっかなんで、なんか何も考えてなかったです。何も考えてなかった、はい、昨日この家の近くに長嶋さんのバイト先があって、ああそうですね、イタリアンなんだけど、でそこに響が遊びに行っててっていう連絡があって、で、まあ、家近いしじゃあ行くかっつって、そこで飲んでたら遅くなって家に泊まった。そうですね、そうですね、お邪魔しました、うん、でっけい家に、あ、そうですね、響とは仲良くなりました二人ででも会ったのって昨日は初めてでしょ。初めてです、まあ、二人だけはそうですね。そうだよね、一人で来てくれます、うん、はい。あ、ライブやります。告知しとこう、そうだ、いつだっけ、19じゃないですか。なんで知ってんだ。金曜日ですね。あ、19の金曜日です。はい、あの阿佐ヶ谷でライブがあるんで、よろしかったらお願いいたします。新ネタを3本やるライブです。新ネタ3本。はい。一人でそんなやるんですか。まあ、あの一人でコンビで、そう、一つのコンビでそんなやれるんですか。はい、やります。時間で30分ぐらいですか、持ってる。順番で一つネタやって、他のコンビが何組かやって、また一周、それを3周するって感じです。あ、へえ。この間見に行こうかなと思ったんですけど、はい、たまたまなんか重なったんですよね、で行けなくて。そうですね、うん、ここでリアルこの二人、僕が芸人です、松竹という事務所で、漫才、基本漫才やってます。いや嬉しい、こんなに大勢に。そこでライブするよりここでライブした方がお客さんいっぱい、いや間違いないですね、いるんじゃないですか。マンゴー北川、マンゴー北川、相方がマンゴー北川です。北川くんがいればね、できたんですけどねまあそうですね。で、響きは芸人じゃないですよ、どっちがボケて一般的なんですよ確かに、ちょっと芸人でもおかしくないような髪のね確かに色。あ、そうです、3本、2ヶ月に1回やってるライブです。
マンゴーとパイナポーで南国バカンスと言います。相方も結構ゲームやってて、うん、なんかいろいろやってますね。パパイヤ鈴木さんは関係ないですよ。同じ類の名前です。スト5やってます。はい、なかなかテンションがね、ちょっとやっぱ長嶋さんずっとこんな感じですよね。飲んでも飲まなくてもこんな感じ、うん、そうですね。俺が今まで会った人の中で、はい、下から数えた方が早いですテンションの低さ。で、そんなっすか。テンションの低さは多分そうっすね。そう、下から数えた方が早いですね。よくないですね、本当に芸人。いやでもなんかそのメリハリあるっていうじゃないですか、結構、はい、芸人の人って、まあ、実際普段省エネでいないとその本番の時に元気が出ないっていうこともあると思うんで、はい、まあ、まあそういうことなのかなっていう。僕あのレイジのグランドファイナルの前説行かせてもらったんですけど、うん、あの盛り上げがなんかバンバンバンって叩くやつを練習しましょうみたいな感じで、ああ、そのやる前に孫さんに本当に大丈夫ですかなんか喋れるんですかみたいな、めっちゃ喋れるそれ言われてどう思ったんですか。見ててくださいよ。まあ彼はあのナチュラルにそういうこと言うんだ。すごい、まあやっぱ暗いんだなと思ってて。暗いっていうか、まあ、テンション低いっすよ。テンション低いですね。まあ、俺も低いんですけど基本、まあ年もあって若い時は結構テンション高かったんですけど。そうなんですか。高かったんじゃないかな。高かったよね。昔から俺のこと知ってる人もいます。14歳の俺を知ってる人もいるから。結構高くなかった。まあ喋りだしたらずっと喋ってるって感じ。そうですね。でもまあ年だからさ、結構なんかなんかこうなんかあるとこうグッとテンション上がるけど、基本はこんなもんじゃん。うん、だテンション低い3人なんだよ。そうですね。どうにもならん。どうにもならん。シートイとかしないとも全然長持たない。お酒飲めば、うん、酒飲むと結構喋るよね。陽気な男になるよね。あのメリハリあるんで、それこそ。そうでもそういう面があれば別にいいかなって。俺ももう酒飲まないと多分こんなだから。あ、じゃあ一緒かもしれない。一緒だよ、一緒一緒。抑えつけてるんですかね、酒って。こう普段そういうの抑制ではないですか。だから解放されるみたいな。うんでしょうね。うん多分。で、長嶋さん飲んでも変わんないじゃないですか。変わるときは変わるんですけどね、うん、まだちょっと梅原さんの緊張がちょっと解けないですね。あ、そういうことなんですね。はい、さすがに。いや、ね、響き二日酔いだからさすがに飲まないでしょ、今から。朝やばかった今日。そう、猫がね、めちゃくちゃ可愛いですよ、これ。まあ、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、であのアケコンの間で寝るっていう、あれ写真載せていいですか。どうぞどうぞ。もうあのまさに梅原さんの猫だなって感じで、もうアケコンに挟まれて寝てて、ちょっとたまたま今日はね、アケコンの修理しに来てもらってて、あの知り合いにね、昔からの知り合いに写真をアップしますなと、うん、はい。格ゲー猫は本当にもう可愛いです。全然懐かれなかったですけどねあれはでも初めて見ました。あんなに懐かないの初めて見て。何もしなくても振り寄ってきましたけどね、僕。うん、やっぱなんかこう内面見られてるんですかね、分かるんですかね。そのなんか普段結構動物に厳しいとかなのかなってちょっと疑うぐらいで猫は逃げまくってて、腐ってるの分かってるのかな。そう、懐かなかったなぁ。え、あ、そんなみんなには懐くんですか。基本は結構寄っていきますね。だってあの川野にも懐いてますよね。あの川野にも懐きました。そうだろう。川野ですら唯一懐かれない男。匂、うん、いとかちょっと気にすること言わないでよ。匂いっつったってバイト帰りだったから、なんかちょっと猫が嫌がる匂いしてたのかもしれない。してたんですかね、わかんないけど。いや、なんか辛くなってきたな。
つまんないとかよりなんか匂い的なのが辛いです、ね、いやそれはでもまずくないですか仕事なんでしょ、つまんない方がまずいじゃないですかすげえ臭くてもすげえ面白かったら勝ちじゃないですか。確かにめっちゃ臭くてもね、めっちゃ臭いじゃないか、うん、めっちゃ臭いとちょっとしんどいですね。ちょっと辛いですね。売れない芸人嫌いだし、嘘でしょ厳しい、売れない芸人嫌いだから猫が厳しいそこで選ぶの唯一嫌いな人なのかもしれない売れない芸人で押しかけたいですねやっぱ本性見抜くんですね、うわ本質を。うわなんかでもあま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 あパイナポートアをやるからあんまり長嶋さんのことについて今喋らない方がいいですね。ああもうぜひちょっとやっていただけるみたいなんで、うん、はい、でもなんかそのテンション低いじゃないですかはい、例えばパイナポートアをやるじゃないですか、はい、多分俺がすげえ頑張る感じになるじゃん今からそんな気がしてるんですけど、そんなことないですか。めっちゃ頑張ります。じゃあその日は今はちょっと省エネでやらせてください。でもドアは質問に対して話を広げればまあそうだ、ね、いいから、うん、まだこのフリートークよりは楽やりやすいかもしれないですけど、うん、確かにガチガチになんかエピソードを組んでくるんで。なるほど。ファイナポートは5月、まあ、ゴールデンウィークぐらいかななんて話はしてます。俺が大会行かなきゃいけないから、うん、今忙しいですもんね、めちゃめちゃ。テンション、なんかで羨ましくてテンション高いやつが素で。ああ、わかる。めっちゃわかる。わかります？わかります、わかります。わかる？ね、別に無理してなくてなんか結構元気なやつがいて。大体面白いですからね、そういうやつって。面白い？面白い。面白いかどうかはまた、さておき。あ、はい。すいません。まあ、それ人それぞれなんで。でも、まあ、なんか羨ましい、それだけでも。いいなって。なんか自然に笑顔とか出せる人めっちゃ羨ましいですね。なんかうん、よくなんか笑って人殺しそうって言われるんですけどちょっとなんかそういう不気味さは、なんかサイコパス的な。だからそのうちにね、ちょっとこうまあこういうゲリラ配信ばかりじゃなくて定期配信をしようかなと思って、ね、あと一人まあなんか欲しいなっていう人欲しいなと思ってるんですけど、俺がこんなじゃないですか。だからもうすげえテンション高い人がいいなと思うんですよ。あもうとにかくもうたまに元気出せばいいかなみたいな感じの元気のある人も欲しいんでね。そう大抜きとかすごいもんね。確かに、うん、ああの人は、ね、テンションオーディションやったら面白そうですね。なんかハイテンションオーディション。ああでもいやそうなんですけど、そのハイテンション選手権。ハイテンション選手権。そのなんつうんですか。こう言ったらすごい失礼なんですけど、すごいつまんない人だったらいいじゃないですか。それでなんかテンションだけ高くするのって別にそれだったら俺だってできるし、極端な、まあ、そのオーディションだったら。なるほど。うん。上っ面だけのテンションかもしれない。そう。でもなんかそれ難しくて、なんかそのやっぱ結構人材が不足なんですよ。ああ、はあ、そうこの業界は、はいはあ、その例えば芸人の世界みたいに次から次へと新しい人たちが出てくるわけじゃないんで、はい、でもそれじゃまずいじゃないですか、まあ、やっぱ人がこのその世界を作っていくんで、だからこうなんとかして人増やしたいんですけど、そういうなんかこうオーディションみたいなのっていいなと思うんですけど、はい、その人がやっぱある程度ゲームに詳しかったりとかしないとやっぱまずいのかなと思うんですよね。なるほど。いろいろ条件がいるのかもしれないですね。そう。なんかね、でもまあかといってゲームだけで選ぶともう人材固まってきちゃうから。でね、結構そのゲーム業界ってやっぱりその特なんていうのか特殊なジャンルだから、ゲームしてない人に結構冷たいっていうかあところがあって。そうなるとね、人を選ぶなっていう。年齢とかは何歳ぐらいとかあるんですか。いや、テンション高い。でもおっさんでテンション高かったらさすがにきついじゃないですか。だから若い方がいいのかなと思うんですけどね。なるほど。うん、でなんかそのまあ俺もそうなんですけど、ビースティービーってその炎上を恐れないんですよ。
恐れないっていうか好きなことやるから、たまにちょっと問題起きたりするんですけど、はい、で俺はそれでいいと思ってるんだけど、その俺のことだったらいいんだけど、俺じゃなかった時に、俺じゃないやつが原因で入した時に、若いとすぐ許されるかなっていう。あー、なるほど。そう、年いってると、なんだこいつこんな年で分別ねえんだよっつってなかなか沈下しないんですけど、若いと、まあ、別にすぐ解決するかなと思って、若いのがいいかもしれない。なるほど。そういうことも考慮するんですね。そのいいよ、自由にやっていいよって言いたいじゃん。あ、やっぱりなるほど、発言に気を使わなくていいよって言いたいじゃん。スタッフ感ありますよね。え、スタッフ感ありますよねでもあのバイト先のなんかイタリアンの格好なんか似合いますよね。ああ確かに似合う。すげえイタリアンの店員っぽいっていうか、あれでなんかワイン継ぐとなんかぽいって言われます、ね、ソムリエっぽい。ぽいぽいぽい、テンション高いゲーマー少ない。まあそうだよな、テンション低いからゲーマーなんだろうしなテンションこの人は高いぞって人いるんですか。テンション高いやつですか、はい、ゲーマーで、はい、今ちょっと名前出てたんですけど、立川っていうやつとか、 あとはテンション高い若いやつ誰だろうな。いやでも本当あんまいない。立川ぐらいですかね。あ、でもいっぱい、ドグラ、ドグラ、あ、ドグラ確かにいつだって元気だね確かにドグラ、あ、ドグラ、あ、モケ、あ、モケもそうだね。レイジのテンション高く、あ、木村、木村だね、それは。ああ、木村的テンションの高さを求めるかって言われるとそれはもなんかまた違う。なんかこう、違うじゃん。まあまあちょっとちょっとヒヤッとします、まあ俺が言うのもなんですけどあの人でも多分すごい真面目す、ね、すげえ真面目です。楽屋で台本読んで、八田さんこういうんすけど、なんて返したらいいですかね分析してるんですね。めっちゃ考えてる。あの人すげえ真面目で面白く、多分こういう風にしなきゃいけないっていうので、あれをやってんだけど、あの変なキャラやってんだけど、はい、木村さん、レイジのビギナーのイタナーさんのチーム、ビギナーの剣使ってた人かな、多分。そうですね、そうですね、ほぼカットされてましたね。あ、カットなんだ。まあそりゃそうだよそりゃそうその方が本人にとってもいいだろうし、そうですね、俺も鬼のようにカットされたんで、結構やっつけでコメントしてましたもんね。あ、俺って、はい、そのよそ行くとすげえ当たり障りのないことしか言わないんですよ。わ、はい、かります。あ、レイジとか行くじゃないですか。あ、そうですね、なんか、はい、本当に確かに誰が言っても一緒だろうみたいなコメントしかしないですよ。無難、無難なコメントしかしない。それはあえて、なんか、え、あえてです。こう、なんでそうしてるんですか。いや、なんか調子乗ってんなって思われたくないじゃないですかこいつよそ来て。あ、そう、そうなるのか。そう、まあ、人見知りっていうか、なんか、はい、まあ、まああるんですけど。え、ないですか、そういうの。いや、でも芸人ならなんか気の軌道で言わなきゃなと思って。あ、そうか、そうか。でもまあ、ことごとくカットだったんで、普通のコメントにしようと思って、なんか普通に喋ったら気が利いてなかったんじゃないですか。気が利いてなかったんですね。足んなかったんですか。そうで、普通のこと言うなってコメントでもやっぱお前なんかボケろよみたいな。まあそうですよね、ボケがでも禁止なんですよね、あそこに。そう、ボケがあまり、まあ質が良ければ流しますよとは言われたんで、うん、何言われても悲しい事実でしたね。まあ今はでもカットできないんで、あの気を利いたこと、ギャグとか、はいはいはい、全然言ってもらって、ギャグじゃなくていいですけど。生放送やだな、カットがありがたい。カットないですからね。
編集の、まあ、いいところでもあり、こう、まあ、難しいところですよね。そうですね。渾身のギャグたちがね。ちなみにさっきのあの敏感線ってやつは、うん、あれはカットされました。もちろんそれ下ネタだからなんですか、ね、まあそういうことですね、放送的に下ネタだからです。でもなんかちょっと好きですけどね。おそのうん、もしかしたら笑った人いるかもしれない。いや笑ったって人がいました。いました。だから1000人に1人ぐらい笑うんですよ。1000人かい、はい、1000人に1人それぐらい。なんかもう一個やってみてもいいですか。 1% 切ってください。もう一個、うん、な俺はほぼ出し尽くしたんだよな。2人ぐらい笑うかもしれないし。なんだってカットされてるわけだから。そうですね。カットされてないやつあるんじゃないですか、もしかしたら。まだ見られてないギャグがあるかもしれない、眠ってるかもしれない。ああ、ちょっと全然頭働いてないんですけど。これだってポチギャグだから働かせる必要ないですよね。響きを笑わせることってできます？響きは別になんかこう笑わない人じゃないよね。全然笑うよね。普通に笑いますよ。面白ければ笑、質が良ければ笑います。僕もそうです。僕も結構笑う方です、むしろ。なんで全然もうチャンスですよ。わかりました。じゃあこれ歌とか歌っていいんですか。全然いいですよ。あ、大丈夫ですか、はい、じゃああ、おそらく初ちょっと、じゃあ姿勢を正しますね。 OK。 何で見て1300円ぐらい。言いますね。はい。コーリンとダルシムの並びを見たビーズの稲葉さんやります。あ、ちょっと待ってくださいね。笑ったくないんですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとニヤニヤしちゃって。ちょっとなんか、いやでもね、それでも笑わない、笑わせないのがうまいんだよ。なるほど。じゃあどうぞ。コーリンとダルシム。はい。はい。稲葉さんやりますね。うん、コーリンインド人。ね？すごいですね。すごいんだよ。今もう俺完全に笑うな。もう設定で俺やばいなと思ったんだけど。ほら、なんか逆にすごい才能かもしれない。その前振りが一番面白かった。そう、前振りが面白かったです。だろう。だってもうね、これこの素材で、ま、飯まずくできねえだろみたいな。だ、設定すげえいいとか良かったと思いますよ。中身は？中身はなんか別の人が言ったら面白いかもしれないなっていう。なんだそれも。コーリン。あれでも元の歌詞なんでしたっけそれ？ブローイン。最後なんですか。ルンルルみたいなやつ。そのなんかちょっといいっすか。ちょっとそれ詳しく聞いていいですか。なんかそのコーリンは分かるんですよ、はい、なんか音似てるじゃないですか。コーリン、はい、コーリンで最後にそのインド人を持ってきた理由って何なんですか。まあ、長嶋さんのギャグ大体そういう感じで、なんかそうですね、なんでこうしたんですかって聞きたくなるパターン。これは本当に辛いんですけどね、うん、この時間が。まあ、耳に残ったその音の感じで、あ、リズムで、リズムでってことですね。なるほど。インド人。あ、でもモノマネ似てたっていうか。わ。結構。そこ？気がする。全然フォローとかされても悲しいだけなんであれですけど。でも僕はそのつまんないギャグですら思い浮かばないですけどね。いや、すらって。いや、違う。面白いギャグはもちろん、面白くないギャグも、うん、あ、でも俺もそうだな。ギャグは思いつかない。うん、まあ、でもなんか、長嶋さんのギャグでいいんだったら俺でできるかなって思って。本当ですか。だって、なんか意味ない。じゃないですか、その意味ないそのまあ、敏感性は結構好きなんですけど、はい、例えばなんだろう。でも意味ないものが多いですからね、ギャグって。あのアインとかもわけわかんないじゃん。ああ、確かに。結構なんか短めでいけないんですか。一言ギャグとかにした方がいいかもしれないですよ。アインとか、アインとか、うん、アインみたいな、なんかシェイ。やばいです。
つながって一緒にやる。もっと真似しやすいですよね、アインは。多分長嶋さんちょっと、はい、なんつうんですか、怖っ怖っ、いや、長嶋さんって、はい、あ、俺でもね、ちょっと一個損してるなと思うのが、はい、結構なんかシュッとしてるじゃないですか、イケメン系だから、はい、その今のなんか、なんて言いましたよ、シェイって言う、シェイですよね、シェイって言った時にちょっとなんかこう、なんつうんですか、リア充感っていうか、なんかそのパリピっぽかったんですよ。あ、だから全然笑えないですけど、それはちょっと受け付けたくないですもんね。これですげえなんかもうなんかすごい太ってて、はいはい、なんか超似合わないやつがそれやってたら面白かったかもしれないです。あ、なんかパリピ感が出ちゃってたかなっていう。じゃあ不幸な感じでギャグっていくといいかもしれないですね。ヒロシみたいな。みたいな、なんか。そうですね、なんか、自虐のつもりというか、まあ、ただその、事実言ってるだけなんですけど、なんか売れてないとか、そういう話してた時のが受けますもんね。そうですよね。はい、顔がやっぱあるんだよな。変な顔してるやつは絶対得だよな、そうすると。もうやめてあげてって髪型変えよ。まあまあ、見た目もね、そうなんですね。いや、こんな、なんか辛い配信になると思わなかったいや、全然、ここから挽回できます。あんな出る前は、いいっすよみたいな感じで、ノリノリで出たんですよ。うん、でもなんか、そのトアって結構2時間ぐらいやることが多いんですよ。はい、2時間喋るって結構大変じゃないですか。はい。だからそこをどうしようかなっていうのはありますよね。でもあれ、質問とか、まあ、来ない可能性もありますけど、うん、何個か来るんですかね。来るとは思うんですけど。まあ、全然俺仕込みでも全然自分で質問送る。あ、そうですね。まあそうですね、なんでちょっとまあこうなんかそういう質問があれば多少は持つんじゃないですかね。質問皆さん送って、何でもいいんだくださいね。はい、でもなんか長嶋さんすげえあれですよね、出会ったその若い子たちに好感持たれてますよね。なんですかね、うん、なんか川野とかもそうだし、はい、あとはで響きもそうでしょ。高島さんいい人だなと思ったから、うん、バイト先行ったんでしょ。行きました。結構なんか会う人会う人、長島さんにこう印象を持ってますよね。面白いって言ってた人は、まあ俺は聞いてないです俺の耳に入ってないですけど、まあいい人っていう。ちょっと時が今止まりましたけどね、なんかあ、ビッツ来た。お、ビッツ、ありがとうね。ありがとう。ああ、そっか。でも今度はもしかしたらクロちゃんさんとも絡むかもしれなくて。あ、そうなんですか。仕事で、はい。なんか、あの人ゲーマーなんですよね。そうですね。なんかスト5結構強いらしくて。うん。なんかレイジで繋がったんでよかったなって。ああ。なんか、いやあとツイッターもよければフォローしていただけると嬉しいです、ね。結構でもトアをやると、はい、まあ人によって違うんですけど増えますね、やっぱりね。あ、一番増えたやつで200人ぐらい増えた。おお、すごい。出たかな、確か。うん、文章は面白いってコメントが。文章はっていう、文章面白かったんで、うん、なんかやっぱ卑屈に捉えちゃいませんでも長嶋さんはもう、はい、もうずっとやっていくんですもんね。やってきます、うん、芸人で覚悟してる人だから。仕事がちょっと増えそうな感じ。あ、そうなんですね、はい、やっぱレイジ出たからですか。で、まあ単発かもしれないですけど、うん、はい、ゲーム系の。そうですね。いいっすよね、やっぱね。ありがたいです、本当に。え、リーグやって1000人増えた、誰が。あ、え、
そんな増えたんですか。800、900人ぐらい増えました。すごい。よかったです、本当に。クロちゃんと絡んでみてほしいですね。クロちゃんって俺ちょっと呼び捨て、いや、クロちゃん。違いますもんね、事務所。あ、事務所一緒です。あ、一緒ですか。はい。松竹。はい。あ、そうなんだ。あ、だからか。めっちゃいい人です。なんか、あんな風ですか。うどんは作れないな。うどん手作りだとやっぱ腰があるんですよ。うん、すげえ食いづらかったですけどね。短くてこんぐらいだったでしょ。短い、もうこんなマカロニみたいなのがあるんだから食いづらいと思って、うん、いい人分かってる。どう、これ視聴者さんって何歳ぐらいの方多いですか。うん、35、だ俺と同じぐらいですね。俺よりちょい若いぐらいが多くて、なんかこの間データが出て、あ、そんなの出る。そう、カードの質問の時にアンケートで年齢を聞いたの。あ、見た。そしたら35ぐらいが一番多くて、うんうんうん、どんなだったかな、なんか忘れちゃったけど、でもそれぐらいですよね。あんまりその10代とかはまあ少ないですよね。じゃあそれ辺の刺さりそうなのをちょっと貯めとけばいいってことですね。そう、ギャグを。そうっす。前なんかそのビーズのギャグ他のやつでやったんですけど、うん、なんか10代から20代が全くポカンで、ああ、ビーズを知らないってことですか。ビーズのそもそも曲知らないみたいな。あ、そうか、あんまりテンション高くやんなきゃいいのかな。あ、ちょっとそうかもしれないですよ。カーナビゲーション右折。元の歌ってどうなんでしたっけ。レディーナビゲーション、ユアフレッシュ。テンション高いのだとどうなんですか。テンション高い。カーナビゲーション右折。どっちの方がいいですかね。そもそもって感じです。かっこいいのはテンション高いのかっこよかったね。似てるし、うん、結構。さっきより面白い。初期の曲やぞ、そもそも、はい。なんかやっぱでもギャグやっててやっぱ面白い人と面白くない人って絶対いますよね、なんか同じことやっても。多分そうですよね。うん。でもなんかその基本別にここは特殊なわけじゃなくて、はい、そのこうこんな感じじゃないですか、多分基本その反応。そうですよね。はい、違います。そうですよね。そうですね。なんか。でもそれでも行くじゃないですか。行きます行きます。なんか前もネタ見せとかってあるんですけど、すね、作家さんに、うん、なんで長嶋さんそんな滑りたがるんですかって。そんなつもりじゃないですけど。俺も最初はそうかなって、そのなんか滑り芸じゃないですけど、かなって思ったんですけど。キャラ的に滑るんです。そうそう、滑るキャラなのかなと思ったんですけど、そうじゃないですもんね。そうですね。僕は面白いと思ってるんですけど。それをじゃあ誰か他の人がやってたら笑うんですか。はい、笑わないと思います。笑わないですよね。笑わないですよね。そこじゃないですか。だってそれおかしくないですか。笑わせに行ってない。笑わせに行ってないじゃないですか。だからどっかで滑り芸だと思ってるんですよ、自分で。多分。ああ、まあまあ正直そうかもしれないですね。多分どっかで自分で分析つらい。でもギャグで笑わせるって結構ハードル高い気がしますけどね。そもそも。そう。それは本当にそう思う。コントとかだったらなんかストーリーがあるしね。相手もいるし。ズームの飯尾さんのテンションいいですよね、ギャグで。ああ、確かになんか面白いですよね。そう、面白い。なんか独特のなんか雰囲気で。だ、結構やっぱ修行が必要なんじゃないですか。必要ですね、これ多分。何回もやって自分に合った感じとかを。そう、やってあダメ、やってダメみたいな、その繰り返しなんじゃないですか。これは何の配信ですか。いやでもパリのポートワーをやったらやっぱりその本業の方にあれが行くんじゃないですか。そうですね、スポットライトが。長嶋さんがギャグするたびにそれを分析していく感じですね。ギャグでちょっと見てる人増えましたよ。あれ会心のギャグ、うん、
でも、そっか、はい、どういうこと。すごい、なんかコメント見ててやっぱコメント自体が面白い人も結構いますもんね。たまにすげえ面白い人いるんですよ。いますよね。たまになんか、でもね、俺思うんですけど、面白いやつってなんか社会不適合者多いんですよ、マジで。なんか俺、たまにすげえ面白いコメントがいたときに、はい、瞬時に思うことは、こいつ多分ニートだなって、うん、偏見じゃないですか。まあ、まあ、そう、偏見なんだけど、率が高い。あ、そうなんですよ、うん、率が高い。ああ、でも本当に変な人、面白いやつが多い確率が高いってことですか。もう一回言って、ごめん。無職は、うん、面白いやつがあ、と思うよ、多いみたいな。あ、でも、うん、昔したバイトで、うん、なんかもう一年中こうハットかぶってて、うん、なんか夏でもなんかロングコート着てる、うん、なんか野上さんっていう、まあ、ゲーセンのバイトで知り合った人いるんですけど、うん、その人もなんか喋る時もずっとこんな手当てて、本当変な人で、うん、なんかネタこういうの考えたんだけどって言ったら、なんか五感がずれて、こっから音聞いたりの飲み物飲んだりするネタどうって言って、マジ変なやつだなと思って。でも、なんすか、ちょっと怒らないでください。なんか別に普通に聞いてたんですけどね。ただなんか危ねえなと思いました、途中で。早く面白いこと言えよっていう空気がもう。いや、じゃなくて、何の話なのかな。その野上さんの、やべえやつは発想もやべえなっていうのを言いかけたんですけど、こんな、おい、オチ大丈夫だろうなっていう圧をすごい。いや、全然全然オチ。え、逆にオチのある話って、はい、すげえ短くていいんですけど、はい、例えばどういう話があるんですか。じゃあ、うん、例えば、例えばですよ、ほんと全然簡単。その本番は今日じゃないんで、はいはいはい、本当に、まあ、あの簡単なやつ、ジャブでお願いします。ジャブで、はい、まあ、あのって言ってもまあ、2、3分喋りますけど、ああ、まあ、うち地元岐阜なんですけど、はい、その岐阜に、まあ、その食あやべやべ、ちょっとまとめていいですか。はい、わかりました、はい。岐阜にその天皇が来るみたいになってすごい大騒ぎになって、うん、超田舎なんで、はい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 、でそのなんだろう、町を挙げてもうやっぱ大騒ぎしてて、うん、でもう何ていうんですかね、こう天皇がこう車とかでこうスナイパーとかに狙われたらいけないからっつって、うんうん、木とかブワーって全部切って、あ、見晴らしをよくしたんですね。見晴らしもよくして、こんな大騒ぎして、うん、その天皇陛下様は何をしに来るんですかって聞いたら、うんうん、その植樹祭っていうやつでその木を一本植えて帰ってったっていう。俺結構薬と来ましたよ、ちょっと。ああ、そういうことか。木を切ったの、木を切ったのにってことか。一歩植えて帰ったっていう話ですよ。ああ、あ、なるほど。俺もロープ買おう。ローパーが生まれちゃう。ローパーが。ちょっと流星さんみたいな。あ、ビッツ来ましたよ。でも今の何て書いてました。ビッツありがとう。あ、いい。あ、でも結構みんな好評っすよ。悪くなかった。話が下手だ。なんか、いや、この人数はちょっとやっぱ緊張すんな。もうすげえ今手震えてたもんな。3人の時も緊張します、お客さんは。はあんま全然しないですけど。これだって今何人ですか。まあ1400人ぐらいですね。あ、またビッツありがとう。サブスクありがとう。なんかでも目の前にいないから緊張しなくないですか。俺多分目の前に1000人いたらもしかしたらちょっと緊張するかもしれないですけど。あ、でも逆にテンション上がりますね。なんかレイジのとその前説行った時も、うん、すぐ何百人って人いたんですけど、うん、なんかあっちの方がやりやすい、ちゃんとやれました。この顔が見えない方が緊張します。はい、まあ、慣れなのかな。多分慣れればあると思います。コメントも気にするしな。でも結構こうやって答え合わせじゃないですけど、はい、できるじゃないですか。はい、確かに。いいかもしれないですよね。修行って言ったらちょっとあれですけど。そうですね。
あこれは受けるんだとか、あこれは受けないんだとか、うん、大勢の人が見てたらちょっと確認できるじゃないですか。そうですね。でいいんじゃないですか、こういうの。ええ声で押してる。声はどうです、いいと思います。声すげえいいと思う。声優とかすげえできそうな感じで。確かに。めっちゃいい声出せるんですよね、うん、いやいや、そんなことないですよ。ほらほら、かっこいい声が。かっこいい。モノマネもうまいし。うまいんですか。うん、声はいいっすよね。あイケボ、イケボ、うん、イケボっすよ。これ なんすか、このたまにあるその絶対なんかただでは褒めんぞみたいなコメントがあるじゃないですか。ちょっと悪いとこ言いつつ、例えばなんですか、川野よりはいい声みたいな、なんかそのまっすぐ褒めたがらないみたいな、そのノート面白いよ、ギャグはつまらないけどみたいな、なんか。いやでも例えばそのこのコメントが全部肯定しかなかったら、はい、逆に不安になりません。あだと面白くないですね。そうだ、俺は配信にはこう辛辣なコメントを、やっぱほら食い物とかもやっぱちょっと体に悪い方がうまいじゃないですか。と同じで、はいはいはい、コメントもいいコメントばっかだとつまんないんですよ。そうですね。そう、2、3割ちょっとこう毒素が混じってないと。対してイケメンの中途半端に髪型とか決まってるのが。もうやめてあげて。そういう風に言われてどう思うんですか。あでもちょっとまあ面白いなと思います。辛辣なコメント拾いました、ね。辛辣なコメント、辛辣なコメント拾いたくなっちゃうんですよね。辛辣なコメントだけ拾おうかな。でも辛辣は拾いたくなるんですよ。なんか知らないです。ね、M なんかなわかんないですけど、なんか辛辣は面白いと思っちゃうんですよね。ちょっとやっぱでもあんまり辛辣、俺は DM ですげえなんかガチで切れられたことあって、なんかゲーム番組みたいな配信やってるんですけど。うん、よくてめえみたいなやつがあんなつまんねえのに配信。あ、全然普通ですよ、そんなの。あ、そうなんですか。全然普通だよね。まあ、いなくはないですよね、絶対。うん、全然普通ですよ。そっか、まあ。それ、怖かったですね。DM で言うか。バカ。バカ。バカ面白い。シンプルバカ。バカ面白い。バカ、バカ面白いな。バカ輝いてましたよ、ね、バカ目立ってたのよ。バカ目立ってた。オーラまとってました。出たい、モテたい、さすがに34にモテたいは、まあモテたら嬉しいですけどね。でも女性ファンはなんかすぐにつきそうですけどね、その売れるっていうか知名度出たら。ああ、うん、でもその周りの芸人がどうせ顔ファンだろうみたいな感じで、うん、ああやっぱそういうのあるんですか。なんか言われるみたいな。ああるだろうな、あるだろうな、そういうのはな。やっぱ芸当たり前かもしれないですけど、はい、まあ当たり前か、面白さがもうヒエラルキーの中では一番大事なんですよね。はい、そうですよね、もちろんですね。そうだよな。いやむしろあれですよ、多分長嶋さんいい人すぎて、はい、あれなんですよね、アンチ。この間香野が言ってたんですけど、はい、こいつ若いのにその考え方すごいなと思ったのは、俺はパクチーでいいって言ったんですよ。ああ、言ってますね。その実際、まあ、これまあ河野本人にも言ったからあれなんですけど、あいつのことよく思わない人って結構いるんですよ。はははは、ぶっちゃけ、はい、で俺なんかはああいうちょっと変なやつ好きなんですけど、結構ね、河野どうなんだろうなって人結構いて、うん、でもそれはあいつのなんか狙い通りなんですよね。うん、すごい川野いいじゃんっていう人か、川野ちょっと怪しいな、きついなみたいなのに、こう川野普通ですって人いないじゃないですか。確かに川野は普通ですって人いないんで、まあ、それはあいつの、まあ、狙い通りっていうか、長嶋さんやっぱ人がいいからこうアンチつきづらいんじゃないですか。僕でも、うん、こうなんか芸人だったらもう酒女ギャンブル全部に狂ってなきゃダメだと思って俺上京したんですよ、うん、芸人になるための時に、うん、で本当そのように生きてたんですけど、うん、ことごとくそれを先輩とかに否定されて、うん、なんかもうそんな時代古いぞ、ああ古いぞって、あなんか、うん、そっからなんかバカみたいだなと。ギャンブルって何やったんですか。パチンコするすげえ。ああなるほど、対人じゃないんですね。
対人じゃないですね。川野は多分ね、普通って言われるのが一番、まあ嫌いって言われたらショックなんだろうけど。川野タイトル。まあ、かかるな、金かかるんですよね。対人は言っちゃダメだ。確かに、確かにな。対人は言っちゃダメだよな。確かに。響き将来やりたいことあるのだって。将来ですか、うん、いやもう普通に働いて暮らしていきますよ、うん、僕は、うん、プロゲーマーとかは、うん、スト5では考えてないですね、うん、響きこう見えてめっちゃ真面目っすの。真面目なのかな。真面目っていうの。真面目っすよ。真面目です。真面目っていうか、まあ、うん、そう。うん、真面目、うん。あ、真面目っていうよりは、まあ、硬派って言葉の方が合ってるかもしれない。硬派、なんかセンスが、なんかね、すげえ前で止まってるんですよね。ちょっと言いたいことわかります。なんかね。あ、そうですね。なんか、よ、なんだろう、どのぐらい、本当にさ、どれぐらい、20年ぐらい古いよね、全部。え20年は言い過ぎですよ、ちょっと。多分、なんか、もっと古い可能性もあるんだよな。じゃあ俺、イニシエのギャグっていうか。あ、ギャグなの。いや、イニシエの言葉を使ってるってことですか。言葉っていうか、なんかこういうのかっこよくないですかみたいな、そのなんか言ってくるじゃん、はい、なんか例えば硬派をかっこいいと思ってるじゃんっていうよりは、なんかキャラ的に、あ、硬派キャラ、硬派キャラを作っとこうみたいな。あ、この髪もだってね、髪は、あの成人式あたりからこんな感じになりました。悪口大喜利みたいになってきましたね。苦手な先輩、お前言っちゃいそうだな。苦手な先輩、まあでも上下関係ありますもんね。結構あるんすよね、やっぱり。すげえありますよね、体育会系っすよね。挨拶しろって怒るのに、今挨拶してくんだって切れられたことあるんですし。あ、挨拶しろはやっぱ言うんですね。しろは絶対。挨拶してくんだってどういう状況ですか。なんか今、その、まあ、忙しい、あったら最初に行かなきゃいけないんで絶対行くんですけど、うん、空気読めよみたいな、なんか分かんないです。なんかその人の時にあったんでしょうけど。理不尽。それその人今見てたら分かりますよね、俺も言って、まあ、絶対分かると思うんですけど。絶対見てないですか。いいっす、もういいんですか。なんか、俺切られてもいいんです。名前あるんですか。はい、名前のある人なんですか。はい。そこまではちょっと言えないだらあれだな、はい、結構な有名な。えこれガッキー見てるんですか。ガッキー見てますね。すっごい、だってこの5万ビッツってガッキーですから。ほんとだ、ほら書いてあるじゃないですか、ゆいあらがき。本物じゃん。すげえ、うん、なんか5万ビッツ作れるのはやっぱガッキーですね。やっぱ本物じゃないとできないもんな。すげえな。見た、会ったことあります。ガッキーないですね。あ、ないんだ。 誰が会ったことあります。それ有名で、こんな人と会ったぞみたいな。有名、え、でもだってやっぱ会う機会多いですよね。ハッタさん以外ですか。畑さんがトップですか、その有名な人だと。どうですかね、まあ、AKB やったら、うん、指原さんとか、すごい、高見菜さんとかは、すごい、あったんですか。まあ、なんか高見菜さんに関してはちょっと3人ぐらいでなんかイベントやらせてもらって、すごい、すごいですね。それはちょっとテンション上がりました。上がったんですか。上がりました、上がりました。そんな俺何も一喜一憂しないように見えますね。なんか天使、
俺だあそうか出してないからか。このレイジ終わって梅原さんなんかバイト先来てくれた初っ端初めて来てくれた時あったじゃないですか。ああありましたね。これあの時ちょっと泣きそうになったんですか。そうですか。なんでですか。うわなんかレイジ終わってんのに来てくれたこの人って思って。あなんか嬉しかったそれ。でも全然見えなかったですか。そう、いやでも笑ってましたよね。笑顔だったからまあ喜んでるのかなと思いましたけど。何のバイト？イタリアンで。イタリアンですよね。飯屋ですね。うん、2回行ったのかな。クインター2回か。はあ、そうっすね。2回も行ってます。でも前なんか配信で全然泣かないみたいな感動とかで、うん、あ俺ですか。じゃないですか。お前昨日大泣きしてたな。えあ覚えてねえんだ。えそうなんですか。覚えてないです。覚えてないです。お前昨日めちゃくちゃ泣いてたから。なんでなんでですか。えこれマジえ覚えてないですか。覚えてないです。昨日俺がお前に、はい、お前この歌聴けっつって、ああ YouTube、思い出しました、思い出しました、思い出した。ああ、思い出しました、うん、名前忘れちゃいました。俺も忘れた。なんだっけ、なんだっけ、おじさんの歌、おじさんのやつ、おじさんの英語のおじさん、なんだっけ、え五文字ぐらいのこの5文字そう、5文字っすよね。5文字、いやステイサムみたいな名前。全然違う。なんだっけな、あれ、なんだっけ、あれ洋楽でしたっけ。洋楽、うん、まあいいや、そんなこと。いやでもそうですね、泣かないですね。あめっちゃ最近泣きます。簡単に泣くんですよね。あなんか涙腺がね弱くなるって言いますもんね、うん、泣かないですね。ステイサムそんな名前やついねえだろ。ジェイソン・ステイサムが好きなんで、うん、パッと。ああそうでも確かステイサムっぽかったんです。違う、エルトン・ジョン、あエルトン、あエルトン、なんかでも有名な古い歌ですよね。ビリー・ジョエル、あだったかな。なんかその辺、その辺よ。なんかまあそうですね。いや泣いてたな、そうだ。びっくりした。そうなんか誰の歌がハマるかみたいなゲームしてたんですよね。そう。何で泣くんですか。俺あのスポーツ漫画とか弱いですね。ああ。一コロで泣きますね。やってたし。やってましたし、うん、その最近デイズとか青足よっていうまあ、うん、あるんですけど、サッカー漫画見て一つの巻で3回ぐらい泣きました。でもスポーツ漫画は俺も結構感動します。感動しますよね。うん、そうそう。個人の詩とか明日の女とかめっちゃ好きなんだよ。泣くまでいかないんですけどね。泣くまでいかないんですけど。まあでも年関係ないかもしれない。ちょいちょいと時戸の時戸父とかって時戸父ネタが出てくるんですよ。ミュージシャン使いからですよ。読んでください、青足とデイズ。あ、そうだ。あれ言っとっけ、俺配信で響きって漫画を読んで、すげえ面白かった。面白いですよね。僕知らんねんけど、ワンチャン速化取ってんのかなと思ったんだけど。いや僕はスト4でダウン使うから。あ、そうか、じゃあ名前響きでいいや。うん、あの漫画面白い。面白いですね、うん、あの、天才を書いてるんですけど、その、うん、毎回予想を超えてくるんですよ、うん、そこがすごいなって。確かにこうするのかなと思ったらもっと違う角度でやってて、うん、その小説のやつ、小説のやつ、うん、映画化もしたやつですね。スペルオールだった。そう、スペルオール。あ、面白いですよ。絵がまあちょっと独特な感じもありますけど、うん、あれ面白いよ。
そう、フードに、俺もフードに勧められて、このプリもそうですね、予想が。え、同じ作者のままあるんだ。花見しないよ。配信、あ、まあそんな長くやんないよ。ちょっと練習行かなきゃいけないからね。まあ、なんだかんだで1時間以上やってんのか、もしかして。あ、やってそうですね。やってそうだね。2時間いけますよ。え、何ですか、ここまで。この調子だったら。いや、でも響きがいるじゃないですか、今。響きがちょいちょいパス、ちょいアシストしてる。ちょい足やってんで。そんな不安ですか。いや、不安なんかい。なんか俺が多分だから、そのあれす、いやでもそうっすね。そうか。今普通に出ましたね。隠してたのに出しちゃった。そうっす。いや、不安は言い過ぎですけど、なんかどう、頭を使いますよね。どういうふうにしようかなって思うかな。1時間でいいですって言われますね。やっぱ落ち込むんですか、それは。言われると。ああ、なんか。1時間でいいとか。そうですね、なんか悪いコメントは。嫌だ。あ、いや。楽しいですね。楽しいな。はい、そうっすよね。結構なんか、はい、なんか、そうっすよね。結構打たれ強いですよね。そうっすね。なんかそういうとこちょっとあるんですよね。調理。あ、なんかでも、なんかで対戦してみたいですね。そのゲーム。なんかボードゲームでも何でもいいし。あ、俺とっすか。はい。あ、いいっすよ。そういう、なんか、なんか頭使う系で、うん、ちょっとチャレンジしたいです。あ、いいですね。で、お互いやったことないボードゲームでもしますか。とか、そうですね。なんか、あの、俺この間あのイエローサブマリンっていう、はあはあ、秋葉とかにあるんですけど、はい、ボードゲームとかカードゲーム専門の、お店なんですけど、はい、今まで行ったことなかったんですけど、行ったらすごい数のボードゲームとカードゲームがあって、こんなに世の中にはカードゲームやボードゲームがあるんだと思って、例えばそこからなんか一個見つくって、はい、お互いやったことないゲームやったら、そうですね。いいかもしれないですよね。いや、その辛辣なのは楽しいって言ったけど、別にだから書いてっていうわけじゃないですからね。面白そう。あるまあね、そのなんか、いや、カイジとかがすげえシンプルなゲームを、うん、なんかルールで消化させてるじゃないですか。あれ、ああいう感じでなんかひねってできないかなとか思うんですけど。ブームなんだ。あ、なんかゲームカフェとかあるみたいですね。そのなんかボードゲームとかいっぱいできる。いいカード。なんかすげえもん。あ、かけるって言っちゃダメか。いや、金じゃなきゃいいんじゃない。あ、そうですね。うん、カタンはやったことないですもんね。カタンないです、うん。カタンはね、面白いんですけど、で、配信でもやろうかって話になったことあったんですけど。はあ、きついかなっていう、どういうふうに映す、だってその誰のそのカード映すのかとか、マージャンもそうなんですけど、確かにそうかなっていう。カタン、そう、カイジ、そうなんですよね。くじ1回であんなけかけるってすごいです。じゃんけんとか、指相撲はクソゲーです。クソゲー絶対負けない自信ありますもん。勝てないけど、だってやる気出さなかったら勝負つかないから。ああ、なるほど。まあ、ずっとピンってやってれば、そう、あれは良くないですよね。野球喜ぶんですか。いや、普通にきついですね。普通にバンされちゃうんです。バンされちゃうんです、うん。パン1までならいけるんですか。ダメっす。あ、ダメなんですか。乳首がダメっす。あ、そうなんですよ。さっきのギャグ大丈夫ですか。あれは大丈夫です。あれは大丈夫、はい、もっと人が増え
ってからやるのがあったっすね。全然人いない時にやりましたもんね。あ、そうっすね、うん、確かに俺が見た中で一番面白いんですけどね、あれ書けるなら出た自分練習いろいろ、そうか、やりようはいっぱいありますね、なんかでも確かに、うん、なんか一個ニップレス貼ってたら、ああ大丈夫だね、多分。うん、うん、でも危ねえなってことで、どっちにしろバンされそうだよ。人狼的な、ほんと口だけで遊べるゲームみたいな、まあカードみたいなのありますけど、うん、考えを言い合うみたいなやつが配信だとやれたらいいですよね。2人で何やるの。そう、プンコ無理なんですよ。プンコはあれはだから禁止になった。じゃあやります。え、それでそろそろ、まあ、ああそうですね、うん、あれなんで、じゃあ締めで同じ、なんか、いや同じじゃなくて、なんかもしあれば締めのギャグですか。締めのギャグ、ちょっともう一個同じのやっとこうかな。あ、同じやりますか。あえてちょっと、え、あの最初のやつですか。一番最初のやつですか。一番最初の来るか。最後には、あ、でもやっぱこれは違うのの方がいいのか。まあ見てる人たち、同じの 見た、一回見たって人いるでしょうからね。あ、まあアーカイブで見れますもんね。そうっす、あ、そうっすよ、確かに。違うのいくか。俺見たことありますかね。ないっすね。え、新ネタっすか。あれはついに笑っちゃうかもしんねえ。来ますよ、ね、やばい、これは笑えます。笑ったらどうしよう。笑ったらすげえ、もうあれです、とはとはとは別になんかもうやりますは。ちょっと仕事くれる感じですか。なんかもう長島会もう一回作ります。笑ったらか。でも梅さんの好みは、好み分かるんですか。分かってきました。本当ですか。いきます。いいですか、はい、あのじゃあ一応そっちに向かってやりますよね、はい、で俺ら画面でさ見ようぜ。はい、分かりました。ラグはまあ確かなのか。あ、まあでも、まあ、あそっか、まあでも、はい、あれだったらラグないですから。あ、ね、ちょっと画面明るくしてよ。1500人ぐらいだって見てるんで、そこでちょっと、なるほど、はい、新ネタを、はい、見ます。肘いじめ、それパクりましたよね。え、誰ですか。パクりじゃないですか。マジで、あ、今日ちょっとバレてる、バレてる。いや、あの肘膝ダウンタウンの番組でもやってたんですけど、ギャグ多い説みたいなのはあったんですよね。一番つまん。これで終われますか。肘、うん、まあ、でも確かにこの肘ギャグとかやるとパクったみたいに言われる。ああ、そうなんですね。結構あれ、そう、意味がね、ちょっとドクシッドクシッタクシッ。もう一個、衆議院参議院気持ちいい。それ孫が笑ったんですよね。孫すごいぞ、気に入ってましたよ。あ、ちょっと受けたんじゃないですか。あ、ちょっと受けたのかな。あ、でもちょっと受けてんじゃないですか。コメントは増えました。衆議院さんが気持ちいいんですよね。それなんか結構、うん、孫さん乳首ネタが好きなんですか。あ、そうですね、あいつはそうかもしれないです。乳首弱いんですよ。弱い弱い、うん、
店舗まで分析しないで俺あのだからそれをだ俺思ったんですけど、はい、やっぱこうダメージが蓄積されてんのかなっていうことがちょっと気になったんですよ。ほう、例えばその一個一個は笑ってないけど、これが幾重にも重なったらもしかして笑うのかなって、その何個も何個も続けてわーってこられたらそうスタンチみたいなスタンチみたいな感じでピヨルンかなっていうだからもう20個とか30個用意してもらって、今の感じでブワーってもう連打されたら笑っちゃうんじゃないかなって思うんですよね。じゃあトアの時それをチャレンジします。10連コンボ。あ、10連コンボガークラチャレンジですね。あ、じゃあ10連コンボやってくださいよ。はい、新ネタで10連っていけます？それは無理。新ネタで10連いけます？考えていきます。あ、じゃあ10連、じゃあ新ネタ結構時間あるんで、5月なんで、はい、じゃあそれで、はい、それでじゃあ笑ったらもう一回です、リプレイ、ご褒美、ご褒美、なんかもう一回なんかマンゴー北川を呼ぶとか。あ、いいですね。ね、ありなんで、そしたら確かに10連コンボはもうつまんないならつまんないで面白いですしね、多分。そうっすねじゃあまあ、はい、あ、こっちか、いいですか、じゃあ、あ、終わります。はい、ありがとうございました。お、ひびくんも大丈夫ですか？ありがとうございました。